すみません。今ね、すごい飛行機が通っていて、ゴーンってうるさくて、で、今ちょっと私だけじゃなくて人がいて、この方もなんか、ゴーンって音がするって。今遠ざかりましたよね。遠ざかりましたね。今もいなくなったみたい。かなり遠く離れて動く感じ。こっちの方かな？こっちの方。もう見えないけど。そう、飛行機自体は見えなくて、結構でも頭に響いたりとか、内臓に響きますよね。今頭に響きましたよ。来ましたよね。うわーっていう感じ。すごい気持ち悪い。こういうのが何本も何本も通るんですよ。ここあれだ、こう通るとこなんだ。このね。あ、そうなんだ。どこ行くんだろうね。これがもし自衛隊のヘリコプターであったら駐屯地から駐屯地へ飛んでるんですけど、うんうん、米軍機だったら分からなくって、あと民間の飛行機であるともう全く分かんなくて、うんうん、そうだね、だからどこにも苦情が出せない状況なの。でもこれを私が一人で訴え続けてても何の対処もしてもらえなくて、みんながね、地域の人たちはね。でも地域の人たちはみんなお勤めに行ってたりして、この時間いないのからね。そうだよね。なんか今日来てもらって、この今ちょうどタイミングよくね、なんか飛行機が通って、うん、わお。